フェリーチェでラローベレは、ローマ教皇ユリウス2世の初出の娘で、イタリアルネサンスにおいて、最も牽制を誇った女性の一人、マドンナ・フェリーチェと呼ばれた。教皇を父に持つ彼女は、ジャンジョルダーのウルシーニとの政略結婚などによって、莫大な富を獲得し、教皇庁に対して、影に火に支配力を及ぼした。特に、ユリウス2世と、 フランス王妃との紛争を調停したことは有名である。フェリーチェの母親は、ルクレツヤ・ノルマンニといい、ローマの旧家の出であった。ユリウス2世は、ルクレツヤをデッラ・ローベレケノカサイ・ベルナルド・デクピスと結婚させた。この結婚で生まれた、フェリーチェのイフテイ、ジョバンニ・ドメニコ・デクピスは、後に、レオ10世によって、数奇教に任じられている。フェリーチェは14歳で、 最初の結婚をしたものの、すぐにカフとなったと言われるが、この事実を立証する資料はごくわずかである。研究者シー・マーフィーによると、フェリーチェは男子が受け持つべき親族数奇教としての役割を心得ており、事実上はこの役割を果たしていた。ユリウス2世は以前から娘、フェリーチェのために政略結婚を画策していたが、彼女が23歳で、 父の承諾なしに20歳以上年上のジャンジョルダーのオルシーニと結婚したとき、娘の結婚式には参列しなかった。後世になって、財政記録や二次資料、そしてオルシーニ家の古文書で見つかった、フェリーチェの交わした書簡などから、フェリーチェが父ユリウス2世のみならず、メディチケ出身のレオ10世とクレメンス7世、オランダ人のハドリアヌス6世と言った。 後継教皇たちに対しても、かなりの影響力を持っていたことが分かってきた。結婚後しばらくすると、フェリーチェは父に9000ルカート相当の贈り物をして、和解した。財産を作るためにフェリーチェはパロに城を購入し、その地で小麦を生産、バチカンなどに輸出して、大きな経済的利益を上げた。夫、ジャンジョルダーノとの間には5人の子供が生まれジュリア、ジュリオ、フランチェスコ、 ジローラもクラリーチェと名付けられた。1517年に夫が死ぬと未亡人となったフェリーチェは膨大なオルシーニ家の財産の管理権を手にした。フェリーチェとオルシーニとの結婚契約書によれば夫婦の間に息子が生まれてもオルシーニが前妻との間に儲けていたナポレオーネをはじめとする息子たちが優先的に財産を相続することが取り決められていた。 フェリーチェは、フランチェスコとジローラモという二人の息子を産んでいたが、自分の次男を、オルシーニ家の相続人に選んだことは結婚契約に違反しており、先輩の長男ナポレオーネとの対立は決定的となった。また幼少期に死んだ二人の娘ジュリアとクラリーチェにも、暴風の遺産の3分の1を与えている。百二十七年のローマ略奪の後、実施ジローラモと、帝 ナポレオーネの後目争いは、ますます激しくなっていった。フェリーチェは後にアントネド・ディ・サン・セベリーノと再婚した。アントネドは亡命中のサレルの公で、ウルビーノ公国の国主グイドバルド・ダ・モンテフェルトローの、老いだった。彼女の血統は、スホルザケ、ボルゲーゼケ、ボンカンパーニルドビージケなどに受け継がれた。ありがとうございます。